長池オアシス長池長池オアシスは大阪府仙南郡熊取町長池にあるため池である。2010年3月25日に長池オアシスとして農林水産省のため池百選に選定された。また2009年には大阪ミュージアムのベストセレクションにも登録されている。農業用ため池として室町時代に作られた長池勝ち。 アタルタクチオを1991年、大阪府アシス構想により1994年から2000年に、かけ整備され、ビオトープや、周辺の灌漑に利用されている。レン、スイレン、パピルスなどの水生植物が植栽され、観察のためのボードウォークや、湖畔の遊歩道、貸し農園などが整備されている。1999年周辺6自治会の役員、有志によって、 長池オアシス管理委員会が設立され、維持管理活動が毎日行われ、年2回は、周辺自治会や、町民参加で、保全活動7月、長池オアシスワス祭り、11月、ため池触れ合い祭りが行われており、地元小学校の野外活動の場所としても、活用されている。長池オアシス農林水産省ため池百選、大阪ミュージアムベストセレクション。 大阪府オアシス構造大阪府におけるため池オアシス整備事業後の地域管理体制に関する研究大阪府立大学大学院農学生命科学研究科ありがとうございます。